世界にある3つのアスカ。その1つ目のアスカはすごいパワーを秘めた場所だった。2つ目3つ目のアスカにもこんなパワーがあるのだろうか。そしてこの3つのアスカを結んだ三角形、これにはどんな意味があるのだろう。プロフェッサー D 様、三蔵たちは6つのリングを手に入れ、悟空のジョイスティックをコラボアップさせました。それからご指示通りアスカでヤズーを再生しましたが、どうも様子がおかしいのです。世界の破滅まであと105日。悟空盗賊団、鍛え！山越えが最短距離なんだから。なんとか補給できそうだ。よかった。山越えできれば水を補給するところはあるんだ。まさか暖房でエネルギーをたくさん使うとは考えてなかったな。なんだこれ。ん？雪だ。雪だ。この白いのは雪だっていうのか。違うよ、雪だよ。雪だよか。ああ、はい。あれ？ねえ、いつの間に逃げやがった。今度こそ捕まえたぞ、デリデリ。あれ？うわっ！雪だよ、カメ！雪だよ、雪だよ、ここが！こいつか！わー！次から次から降ってくる。ほんと綺麗ね。綺麗？寒くて冷たいものが落ちてくるのが？もっと楽に行ける道はねえのか？この山脈を越えるのが一番近道で安全なんだ。安全？
水を補給できる場所が山越え以外のどの方向も遠いんだ。補給が終わったぞ。悟空は？掴めねえ。なんだこの雪だよってのは。掴んじゃうと体温で溶けちゃうのに気づかないみたいだね。雪だよじゃなくて雪です。役立たずめ、プロフェッサー D に裁かれろ。ところだったな。はあ、助かった。靴が？しかも片方。靴だけじゃなさそうだぜ。え？この落ちてるものをたどって行ってみようぜ。お宝が見つかるかもしんねえぞ。寄り道はダメだよ。だけど三蔵、お前が行けっつった北の飛鳥と同じ方向だぜ。あ。
まあ確かにリトルジパングで見つけた地図にあった2つ目のアスカは同じ方角だけど、水の補給所もな。分かったよ。ずいぶん古いものみたいね。ってことは金目のものはとっくに取られてるな。なんだお金目のものねえのかよ。いや、そうでもねえかもしれねえぞ。ん？金ピカ！あれを目指して行くんだ！ゴー！わかった、ジョー。ちゃったの？まったくまねっこまんじゅうなんだから、ちぇ、なんだよ、オープンじゃねえのかよ。でも、まだ先まで続いてるわよ、落とし物。どこまで続いてるんだろう。何かの部品が多いみたいだけど。ん？なんかあるぞ、でかいのが。茶色、バイオリンとお揃いなんだ。宇宙ステーション？あれ、知ってるの？いや、僕のいた時代にはまだこんな大きなものは作られていなかった。でも完成予想図で描かれたものと似ているんだ。あ、宇宙ステーションって大昔のものでしょ。子供の頃に聞いたことがある。うんと昔に宇宙に人が住めるものを作ったって。大昔？そうか、君は未来の人なんだよね。三蔵君。僕は千年前しか知らないんだ。なあなあ、三蔵。あの宇宙ステーションとかっていうのにはお姉ちゃんがいっぱいいんのか？お姉ちゃん？まあ、お姉ちゃんもお兄ちゃんもたくさんいたとは思うけど。お兄ちゃんはいいや。これってあの中に鍵があるとかって教えてるんじゃないの？じゃあちょくら探検しようぜ。貸してきた時には大惨事だったろうね。なんか遺跡って感じね。僕には SF 映画みたいに見えるけど。え？んだよ、お宝もお姉ちゃんもいねえじゃねえか。いない。どこではぐれちゃったんだろう。え？ガキはこれだから困るんだよな。こんなところで迷子は危ねえな。みんなで手分けして探そう。しょうがねえな。シオン、シオン、シオン。
内緒よ。なんかいいこと。いいこと。わーい。なになに。いらっしゃい、アサルさん。なに、ウッキー。なにかな。やっと。な、ま、ま、まだ。え？しぶといサル。あいつはどっかで見たようなやつだな。友達じゃねえことは確かだ。何？天神奥義飛翔山わからないけど。you
2カ所目のアスカだね。ということはまた奇跡が起こるかもしれないってわけね。見てくれ、なんて素晴らしい水だ。俺のフェザーブレードに変化が。おお、温泉もあるぞ。ここらでゆっくり使って俺は体でもコラボアップさせねえとな。俺は早くコラボアップしたジョイスティックを使いこなせるようになりたいもんだぜ。よちよち。次回アスファルト戦記悟空無限ジョイスティック。